トンブクトゥは、西アフリカのマリ共和国内のニジェール川の中流域、川の湾曲部に位置する砂漠の民、トゥアレグ族の都市である。ティンブクトゥとも呼ばれる。マリ帝国、損害帝国時代に繁栄し、西洋では黄金号として知られるほどであった。アラブムスリムの学者たちも往来し学問研究も盛んであったが、16世紀以降は、次第に衰退する。 古代より長らく、サハラ砂漠を越えたアフリカ内陸の黒人と、北アフリカからやってくる、ベルベルジニアムスリムの商人が出会う交易拠点で、あって、間接的には、ヨーロッパから来る商人ともつながっていたことから、この都市にまつわる、様々な伝説や物語が伝えられた。それらの多くは、到達することの困難さに由来するものであり、ティンブクトという言葉は、異国や、 遠い土地の比喩として使われるようにもなった。トンブクトゥは遊牧民トゥアレグ族の特定の季節だけの野営地が起源であるが、その後、金や象牙、奴隷、塩などの交易品が行き来するサハラ砂漠の通商路において重要な中継地として都市へ成長し、この地に交流したガーナ王国、マリー帝国、ソンガイ帝国を通じて莫大な富が集まる重要都市となった。 ただし、砂漠地帯のオアシスに立地していたため、多くの人口を許容できるだけの食料や生活上の資材を確保することが困難であった。そのため、トンブクツに物資を供給するための都市網が、広配地に発展していくことになった。1500年代初頭、トンブクツの繁栄は頂点を迎え、 その途方もない富の物語や伝説が伝えられたことを動機として多くのヨーロッパ人がアフリカへの探検に向かうこととなった。16世紀の旅行家、地理学者であるレオアフリカヌスが1512年に繁栄の絶頂にあった損害帝国を訪れて次のような記述を残している。しかし、ポルトガルや他のヨーロッパ諸国から来た探検家や奴隷商人が カイロから西アフリカに上陸し、サハラ砂漠を経由しない、通商路を開拓するに至って、トンブクトゥは衰退を始めた。さらに1591年には、モロッコ人のスルタンに仕えていた、ムルア人の傭兵集団に占領されたことが、それに拍車をかけた。後に、彼らの子孫は、現地の黒人と混合した。1828年にようやくこの町を訪れ、 生還した初めてのヨーロッパ人である探検家、ルネカイエは、荒廃した泥の町と報告している。その後、キリスト教徒の伝道者が訪れている。サグラダ・ファミリアを設計したアントニー・ガウディは、この地のデードで建てられたモスクの様式に啓発されたと言われている。モスクや性病を含むトンブクトゥの歴史地区は、1988年、世界遺産に登録された。 この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。2012年、アンサルディーンによって性病が破壊された。被害は、ジンガレーベルモスクなど霊病15箇所を含む。ユネスコは、数ヶ月のうちに、世界遺産の危機を訴え修復活動に着手し、地元職人の手によって性病は復元された。 かつては10万人以上の人口を数えた、トンブクトゥも、公益形態の変化や衰退により2000年代には5万人、あまりに減少。かつての規模から比べれば、少し大きな村といった規模となった。ただし、現在も、砂漠地帯の中の物資の集散地点であることは、変わらず、岩塩や、手工芸品などの取引が行われている。市内は、日干しレンガでできた家々が並び、 ひどい貧困に見舞われている状況にある。また、周囲の砂漠化が進行し、町が砂漠に渦もれる危険性も指摘されている。近年、周辺が世界遺産に登録されたこと、パリダカルラリーの通過地になっていたことから、次第に知名度が高まり、観光客も増えつつあるが、インフラは依然として整っておらず、ホテルのキャパシティも小さい。 イスラム系武装組織が街を占拠すると、組織が自家発電により電気と水を供給するようになったが、工述するフランス空軍の空爆により組織が撤退すると電気と水の供給が停止した。2012年4月1日、トゥアレグ人によるアザワド解放民族運動が地域を掌握したと発表した。 4月6日にマリ反政府勢力アザワド解放民族運動が一方的に独立宣言したアザワドに含まれていたがアザワドは同年6月中にイスラム武装勢力同士の対立で事実上崩壊した。マリ北部を制圧したアルカアイダ系の武装組織イスラームマグリブ諸国のアルカアイダがトンブクトゥの制覇家を破壊したと2012年5月5日明らかにした。 こうした状況を踏まえ、2012年の第36回世界遺産委員会において、世界遺産、トンブクトゥは、アスキアの墓と共に、危機にさらされている、世界遺産リストに登録された。2012年6月30日に、西アフリカマリの北部を支配している、イスラーム主義組織、アンサールア、イコールディーンが、世界遺産都市トンブクトゥで、イスラーム指導者の性病を破壊した。 アカムは、リビアのカダフィ大佐がトンブクトに所有していた住居を選挙。マリ北部における活動拠点の一つとしていたが、2013年1月20日、フランス空軍の空爆により破壊されたことから、1月24日までにトンブクトから撤退している。1月28日には、フランス軍とマリ軍が市内に進駐。翌日には、 イスラム武装勢力を支持していた商店に対し、地域住民による襲撃、略奪が発生した。2月2日には、フランスのフランソア・オランド大統領が市内を訪問し、市民から歓迎を受けている。13世紀から17世紀にかけて、特にマリ帝国の時期、莫大な富に裏打ちされたトンブクトゥは、イスラム文化及びその他文化の教育中心であった。 その頃使われたテキストは、トンブクトゥシャホンと呼ばれ、個人所有の形で、倉庫、洞窟、地下などに長らく大切に保管されていたが、20世紀後半になって、ヨーロッパの大学の協力もあり、組織的な収集が行われてきて、国内のアーメドババ研究所などへ、また、イスラム文化に関連した世界の大学、研究所への寄贈が行われている。マリ、 世界遺産都市で、性病破壊イスラム過激派。47ニュース。2015年10月7日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2015年10月7日閲覧。世界遺産都市トンブクトゥで、再建工事開始。マリ。アフップ部。2018年3月30日閲覧。ニュースウィーク2015年9月22日号26ページ2015年10月7日。 閲覧。AB、イスラム過激派が、世界遺産トンブクトゥから、撤退、内部分裂も。アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ2923357アクトイコールオール2013年1月25日、閲覧。ワールドウェザーインフォメーションサービス、トンブクトゥ。 ワールドメテオロジカル・オーガニゼーション、http コロンスラッシュスラッシュ www.worldweather.org スラッシュ034スラッシュ c 0 0 1 3 4 h t m 2 0一1年2月14日閲覧。ウェザーベス、ウェザーフォーィンブッツクマリ。ウェザーベス、2011年8月20日閲覧。 リトリーブドオン23ノーベンバー2011トゥアレグ人反政府勢力が世界遺産都市トンブクトゥを掌握。アフップブニュース http://www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュ war-unrest スラッシュ2869002スラッシュ87300912012年4月22日閲覧。 アルカイダ系が聖覇か破壊イコール世界遺産のトンブクトゥマリジジドットコム2012年5月6日ヘリテッジサイツインノーザンマリープレイスドオンリストオブワールドヘリテッジインデンジャーハットトンブクトゥで怒れる住民が店を略奪 アフップブニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルスラッシュワールダ war-unrest スラッシュ2924390スラッシュ101880412013年2月2日閲覧。仏大統領は、解放の au イコール、トンブクトゥ住民が歓迎、マ、ま、リ。時事通信。 http://topics.jpmsn.com/.world/.general/.article.aspxarticleid=1653,6492013 <ッ>年2月2日閲覧。ジョシュア・ハマーチョ、アルカイダから古文書を守った図書館員。ありがとうございます。